小さい時から動物と触れ合ったり花を育てたりとかそういったことにこうすごい興味があって、まあ、そういったことから農学系の大学を専攻して、そこで、まあ、学んだことを、まあ、活かせるっていうこともありましたし、あとは自分のふるさとである新潟県で役に立つ仕事がしたいなと思ったので新潟県職員を志望しました。デスクワークが中心で決まったことをこうするルーティンな作業が中心なのかなってこう漠然と思ってたんですけど、農家の方と一緒にこうユリの圃場を巡回したりとか先進地を視察に行ったりですとか、大雪で崩壊したハウスですね、その現場調査ということでこう寒食を履いて雪山を登ったりとか、こう日々こう新しい課題と向き合うような日々で刺激的な毎日でした。みんなこう生きがいとかやりがいを持ってこう日々農業に取り組んでいられるんですね。で、私たちはその普及指導とかあとはそういったことを通じて農業農村で頑張っている方、夢を実現しようと頑張っている方のお手伝いをできること、それにこうすごい私は非常にやりがいを感じています。育児休業を1歳2ヶ月になるまで取得することができたので、じっくり子どもと向き合う期間が取れました。で、加えて私の夫も県職員なんですけれども、お袖勤務という制度を活用させていただいて朝30分遅く出勤をしています。で、その時間で子どもを保育園に送ってくれるなどしておりまして、こう男性の育児参加にもすごく、職場の理解があるというふうに思っています。男性にとっても女性にとってもライフステージの変化に応じて働きやすい環境が整っていると思います。新潟県職員というのはこう新潟の未来を作る仕事だと思いますので、ぜひ皆さんと一緒に働きたいなと思っていますし、頑張っている農業者の方や地域を元気にしようと奮闘している方々の応援を一緒にしていきましょう。